はい、皆様こんにちは、金ちゃんです。ご視聴ありがとうございます。私はただいまですね、愛媛県の松山市にあります梅津寺というね、伊予鉄の駅に来ました。梅津寺駅でございます。はい、こちらはですね、ハッシュタグ日本で一番海に近い駅とも称されています。はい、そんなね、梅津寺駅、下灘駅とね、どれくらいのね、距離でね海に行けるかっていうのをですね、実証したいと思います。はい、梅津寺駅、伊予鉄駅ね、まあ、私鉄なんですけれどもね、はい、こういう感じでございます。有人改札でございます。はい、こちらが梅津寺で有名なみきゃんパークですね。こちらでね、お土産も買えます。物産展ですね。はい、はい、駅舎はこういう風になってます。そして、はい、踏切と線路と海、もうね、もうスラムダンクです。はい、こちらのね、梅津寺駅のね、動画もご用意しておりますので、ぜひぜひご覧ください。はい、そして、はい、着きました。はい、わずかね50メートル足らずですかね。はい、ね、見てください、梅津寺駅からのビュー、車はですね、はい、あの正面、突っ切っても、踏切越えて突っ切ってもらって、あの砂利道に止めれば構いませんので、はい、こちらはですね、夕日がね、とても綺麗なんですよ。はい、皆さんね、まあ、向こうに立ったり、こちらに座ったりとかして、海に沈む夕日をね、見てます。はい、自分も、見させていただきました。ありがとうございました。とても綺麗なんですよ。なので、そちらのね、梅津寺駅からの動画もご用意しております。この動画とはね、別の日に撮影している動画なんですけれども、はい、そちらもね、動画撮影しておりますので、どうぞ、ご覧ください。はい、ちょっとね、降りてみましょうかね。はい、見てください、ね、砂が白い、ね、そしてね、まず千葉県と違うところ、ゴミが落ちてないです。海辺に、あ、まあ、落ちてるは落ちてるんですけど、そんなにね、比較してすごい落ちてるってわけではございません。はい、現在は、今潮が高いんですけど、もう多分下げ潮ですね。これから多分下がってくると思います。はい、なんでね、もう本当に結構寒暖差が思った以上に激しいので、もうこれこれ、まあ、まあ下がった時ですよね。ここね、ツタ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 ってね、向こうまで歩いていけちゃいます。はい。なので、まあ、現在は、もう、まあ、ここね、濡れちゃうので、駅出ましたら、もう、すぐね、そうそう、向こうにね、すぐそこに踏切があるんですよね。多分、この位置ぐらいです。この位置ぐらいに。なので、駅降りました。
100メートルぐらいちょっと歩きます。ですぐ海ですっていう感じですね。はい、めちゃめちゃ近いんですよ。で見てください、砂が白いからね、めちゃめちゃ綺麗です。いやね、癒されますよ、本当に癒されます。本当にね、ここからのね、見る夕日が本当に綺麗です。梅津寺。ぜひ来てください。では、ちょっとね、駅舎の方まで戻りたいと思います。この木もらおうかな。ああ、よいしょ。はい。現在ね、家で、実家の方でけんちゃんかまど作りました。はい、そのかまどでですね、愛南町で買ったカツオを焼いたりとかですね、おじと一緒にその自分が組んだかまどですよね、それで石焼き芋も作ったりしてます。そちらのね、その時にね、使う角材材料になりますんで、はい、はい、いかがでしたでしょうか。ということで、伊予鉄道梅津寺駅の紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。